巨大な財閥を作り上げた革新的な経営者現在の日産自動車日立製作所エネオスソンポホールディングス日礼や日本水産などはもともと日産コンツェルンつまり鮎川財閥だったのだ相川義介は1880年に現在の山口県で生まれた日産コンツェルンの創始者であり政治家としても活躍した満州国の5人の大物と呼ばれる二木三助の一人である1903年に東京帝国大学を卒業し芝浦製作所に入社身分を明かさない条件で日給48銭の職工となった その後、当時の技術はすべて欧米の模倣であったので現地の状況を体験すべく渡米した戦後満州国重工業総裁の肩書きを持っていた相川は逮捕され20ヶ月拘留された後に釈放された獄中ではどのように日本を復興させるか考えていた1952年には日産グループから出資を受け中小企業を支援する団体を設立したご視聴ありがとうございますチャンネル登録・高評価をお願いいたします